どうも、かりんとうです。あれ、なんかいないな。先行ったんですかね、細さん。隠れてるとか。ああ、侵入もバンバン来てますね。いないですね。先行ったのかな、これは。はい、なんか、行ったっぽいですね。戦ってますね、なんか、ソウル、吸収するロードがね、戦ってますね。おお。もう出迎えんとはね、僕を呼んで、まったく、まあ、そういうね、ちょっと、行ってますね。もう来てますね、3人 ?2 人 ?2 人か3人か。まあ、そういうちょっと、無礼な細さんも守ってこその、僕なんでね、いますね。うお、あれ、ここでやるんですか、マジか。ファイヤーボールマン、大丈夫？ファイヤーボールすごいけど。ああ、巨人はやってますね。ん？やべえ。これやべえ。守らんと。OK、いいよ。いいよ。めんどくさいやつ倒した。めんどくさいやつ倒しましたね。いいですよ。あ、やば。これいいか。あ、惜しい。もうスタミナないと思ったんですけどね。さあ、一旦ホストさんとか戻りますか。あっちにもいますからね。あの結晶魔法使い、この段階で倒せたのはありがたいですね。あ、やばいな、炎でやられちゃえば。このラストのね、いいよ。おっ、オッケー、ナイス。こちらも結晶魔法使いいるんでね、かなり攻めるとなると相当有利ですね。いいですよ。ちょっとこのファイヤーボールゾーン行きましょう、細さんね。ここはやばい、戦いづらい。さあ、あとね、ちょっとえげつない武器持ってたんでね、僕が率先していこうと思ったら、ホストさんがすごいダッシュ力を見せていく。ちょっと待って。うわっ、危ねえ。勝負に出たな、こいつ。オスだな、完全に。惜しかったですね。完全に見てませんでしたわ。もうホストさん、荒ぶってますね。いいですね。ナイスキックです。はいはい、行きましょう。いいですからね。ね、闇霊をね、倒したら煽る。まあまあ、それがこのゲームですよ。もうダークソード、行かないのか。とりあえず喜んどきますか。マックスでしたけど。さあ、また来ましたけど、ホストさんは攻略しないのかな。これは身を使いましたか。ねえ、身ですよね、さっきのエフェクト。ああ、これ出待ちかな、このホストさんも。ねえ、ミーとかね、侵入する側からしたらもう最低ですからね。マジで。きついんすよね。モブ頼りでやってるとこありますか？あ、ほら刺さってる。ほら刺さってる。もうホストさんもう、やっほい思ってるじゃんね、これ。もうどうやみたいなね。わー、これは死んだな。ひどい。さよなら。ホストさん、この煽りがもし出待ちだとしたら、ねえ、クズですね。こいつマジか、また出待ち。出待ち多すぎなんですけど、ここすごいですよ、出待ち率。はっきり言ってね、普通の攻略組に当たることのが少ないですよ。なんでね、僕はちょっとね、そういう時のためにちょっとホスト守るのが僕の今回の趣旨なんですけど、この出待ちホストの場合はね、ちょっと変えます。そこ、あの出待ちホストさんが死ぬまで見届ける、これです。なんで僕はね、守りません、出待ちの場合はね。守らずに自分を守ります。自分を守ってホストさんが死ぬのを見届けるんですよ。そして倒した人たち、そう、称賛するとね。これでいきます。お、なんか、勝手に死ぬわな、それはな。おー、危ない。強いもんな、本当にこの銀騎士のね、弓矢の強いこと。ちょっと怖いな、これあの、落ちた時なるべく生き残るように銀ネコつけときましょう。怖いわ、ここやばい。あ、やばい、おるじゃん。おーし、あ、やばい、スタミナねえな。あ、くそ、あんま力はないですね。もうないだろ。なに、これはやばい。おう、ほっ、細い。うーし、マジか、やばい。趣旨が、俺の趣旨が、これはいいか。ホストさんをね、刺さってますね。ホストさんが死ぬの見る前に、出待ち使われるホストが死ぬの見る前にね、
はい、お疲れ。はい。まあ、ムカつくんでね、こいつはね。本当結構戦いがうざかったんで、煽っちゃいましょう。ね。はははは。ういーってね。はい。まあまあ、こういう時で僕にね、突っかかってくるやつがいたら、それはやりますよ。ね。僕が死んじゃったらね、元も子もないんで、ホストさん見守るとかもなくなっちゃうんで、見守るじゃないですね、もうね。もう、バカ、もう出待ちしてるやつがもう、惨めに死ぬのを僕はただ見るだけです。いやー、ねえ、ほんと。出待ちはもうほんとね、多いからなぁ。とりあえず、倒す感じですか？なるほどね、ここももう一掃しとくと。おら、ぶった野郎！こいつのタフネスすごいっすよね。周回上がれば上がるほど。マジでこう、この腹はもう走行ですね。ああ、戦ってますね。あ、神ぐらいが。あ、ここから行くんですか？ん？出待ち臭かったですけど。あ、おるやん。やばいやばいやばい。ちょ、下がれ下がれ。行くんか、行くんか。おー、なるほど。ああ。あとか、あ、よっしゃ。追い打ち合わせ。ポストさんに追い打ち合わせんぞ。よし。あ、なんか俺守ってたな。守らなくてもいいんだ。つい癖でね、正義感出ちゃうんですよ。このホストは守る価値なかったですね。まあ、あそこはでも助けんとちょっと怪しまれるんでね、多少ね。多少怪しまれて帰らさせられてもね、育成見えなくなっちゃうんで、やっぱりね、多少は戦わないとですからね。まあ、ありでしょう、さっきのは。大ピンチでしたから、ホストさんね。あとはまあ、なるべくね、引きながら自分の命優先で、ホストさんがどう、このホストはどうなるかちょっと見届けます。しかし残念ながら万全ですよね。この防御固い僕に。後ろはこの、ね、結晶槍の使い手が控えてますからね。これを打ち崩すのはなかなか、悪霊さんも相当スキルがいりますよ。あ、いけ、いけ。あー、効くねー。いいです。いい火力してますわ。さあ、ホストさん、1対1。でもこのままでは勝つな、ホストさんが普通に。さあ、後ろ警戒してふりしてちょっと、1対1にしましょう。あ、こいつも死んでええわ。こいつも加担してるかもしれんからな。死んどけ。僕とホストさん二人でいいです。ああ、生き残ったか。やるな。ああ、これはちょっとヒット感と怪しいですよね。あ、これほっとこう。ほっとこう。うん、なるほどね。おお、いいですね。これはちょっと、あ、これホストさんか。これはちょっとほっときましょう。ガード風で。こいつを警戒してる風で。ね。ああ、バックスタポリテー。ちょっと一発打ってきましたね。よし、これでちょっと下がります。ホストさんを、なんで援護が来ると思ってるホストさんを1対1にしといて、いいですね。あー、これ普通に勝ちそうですね、この霊体の人。ちょっとホストさん見に行きましょう。どこだ。おー、いい勝負してますね。グレートアクスか。ダークソードばっかだな、ここ。うん、いいですね。いいですよ。いいバトルしてますよ。僕もガードしてる。ちょ、たまにね、参戦しとかんとね、怪しまれるんでね。逃げますか。逃げましたね。あまり深追いはせずに、ホストさんを倒すチャンスをね、与えておきましょう。さあ、うん、パリしたい。ホストさん、パリしたい。なるほど。おお、お、あれ、もう一体、死んだ？もう倒した？いや、エスト回復してないから死んではないな。逃げたのかな。たまにね、ちょっと攻撃ブンブンしときましょう。感をね。お、いいよ。あ、チェインせえよ。チェインせえよ。おい、一発入ったんだからさ。こっちはこっちで やらせておきましょう。チェインを旋回、さっきのガッツリ減らしていこうぜね。いいよ。でも勝てますよ、これね。パリーがバンバンしたい感じなんで、ホストさん。パリー結構ね、シビアなんでね。ね、普通に死にますよ、これ。こんだけね、パリ好きというか、パリしたいの出したらなかなか引っかからんでしょ。あー、倒した。おー、やるなー。これでもこの方3対1ですね。銀騎士のとこ逃げろ。お前逃げろ。銀騎士のとこに。そのままでやばいと。ほっほっ。おー、うまいこと避けますね。さあ、ほい。あー、いいですよ。あー、なんか慎重ですね。体力が少ないのかな。
ね、チェーンしませんね、全然。完全ホストさんはこの片手持ちでパリーできるからもう諦めましたね。うん、あなたやめといた方がいいですよ。オッケー、あ、当たんない、あれ当たらん、マジか。ちょっと切って切るフリーでね、ちょっとね、うん、もう勝負出ましたね、パリーで。あ、もうないのかな回復、もしかしてこの感じ。今はちょっとしたら殺されるけど、あ、したな。ここはちょっと逃したらね、怪しいんで切っときましょう。さあどうなるこの2人の戦い、ほぼ1対1ですけどね。うまいうまいうまい、いけいけ、殺せ、オッケー、やる、やりますね。あ、賞賛しないと、賞賛、やりますね。よく倒しましたよ。うん、僕の大好きなグレートアクスが炸裂しましたね。ホストさんね、ぐいぐいパリ狙ったらダメなんですよ。パリは結構運の良さ強いですからね。はい。